入ってもいいのかな。今いいと思います。だからあれですよね、その繋がるじゃないですか。実際に自分の子供を育てながら英会話してるから、ね、信憑性というか、あ、この人嘘言ってないんだっていうことも分かるでしょうし、そっちでしようかな。ここでいいですか。そうです、はい、どうぞ。あそこでもいいです。あ、はい、いいですか、はい、それでは少し時間遅れたんですけども、ツイッター講座始めたいと思います。いつも夜の部で結構堅苦しくっていうか、僕が一方的に喋る感じでやっていますけども、ちょっと今日はお茶とか用意して気軽にちょっと敷居を下げてやっていきたいと思いますので、まあ、全員があのお友達になったりボロバになったりっていう、そういう感じでやっていけたらなと思っています。もちろん質問に対してもお答えしますし、まあ、国内同士とかでもどんどん会話をしていってほしいと思います。自分が例えば山梨県だったり甲府市だったり、この人とつながりたいなっていうのを、ここの、検索で山梨県って打っちゃうと、つぶやきの中の 山梨県も拾っちゃうんですよ。なんで県外の人を見つけてしまう可能性があるので、プロフィールに山梨って書いてある人だけを探す方法があります。それが、1回入っていただいて、本を押す と、ツイッターのトップの URL がここに出てきます。これをコピーします。そしたら、一度 Google に行きます。Google のトップ。そして検索オプションを押します。そして、すべてのキーワードを含む。ここで山梨に行きます。山梨さんとか出てくる。山梨さんとか出てきます。プロフィールに入ってるからしょうがないです。あ、そうですか。そこまではちょっと絞りきれないんですよね。そして、ドメインってあるんですけども、ここに先ほどのツイッターのトップの URL を貼り付けてあげます。で検索をかけてあげると、なんと多分これがいらないかな。もしシャープとかこの辺があったら twitter.com/で終わっちゃってもいいと思う。多分こっちが正解かな。これで検索をかけてあげれば、プロフィールに山梨県で入ってる人だけが出てきます。この人たちをもし山梨、静岡とか、ただこの人たちをひたすらフォローしたらいいかというと、そうじゃなくて、それにもやっぱりコツがありまして、例えばこの人なんですけども、見るべきところっていうのが、その人のつぶやいた最終履歴、最終履歴、この人4時間前結構、まあ、それなりにつぶやいているので、まあ、フォローしても問題ないですけど、ここ見るとフォローしても多分フォローされない可能性はありますね。多分身内だけとか教授だけ同士でつながる可能性もあります。で、画像添付する、ツイッターに画像添付する方法なんですけども、公式ツイッターだと添付ができません。だけどもジャネーターだったら、パソコン内にある画像を添付して貼り付け、添付してつぶやくことができます。なんです。あと携帯の方だと、僕がツイッカーっていうのを使ってるんですけども、つぶやきながら写真を撮って貼り付けることができます。モバツイだと写真を撮って、それをモバツイにメールをして添付するという形になるんで、ちょっと手間なんですけども、そのアプリとかソフトによってやっぱ吉原市って書出てくるので、今言ったやつが多分一番メジャーなところなんで、やっと使って間違いはないと思います。これでも多分ツイップルで出てくると思う。ツイップルこんな感じであるので、 iPhone だったら iPhone 用とかあります。あと他にないかなって検索かけるときは、
結構 iPhone 用っていうのが Android がもう今出てるって感じだよね。Android のツイッター、検索の仕様によってはいろいろアプリが無料で落とせるものもありますので、比べてみるのもいいかもしれないです。やっぱり周りが使ってるもの、ツイップルだったりツイックだったり使ってる人が多い方が何だか聞けるんですよね。これだったらいいの、なんで自分で探すのもいいですけど、使ってる人間が周りに多ければそっちに一緒に使っちゃった方がやり方も教えてもらえるし、と言われてます。あともう時間も止めないですが、質問等あれば。やっぱり画像はつけた方がいいですか、見られる添付ですか。はい、添付はなるべく、なるべくというか文字数にもよれないですか。その画像添付する画像の URL にしても、こうやって文字制限140文字以内の、あ、それも含めてそうなんです、カウントされてしまうので。カウントされるんですね。カウントされますか。スペースもカウントされる。でもやっぱり文章で伝えにくいものっていうのは画像に頼った方が便利ですし、イメージが直接視覚的に分かるものなので。あとは、URL とか画像っていうのを短縮する方法、画像はできないかな、ブログの URL だったら短縮できますので。そう、さっきのあのジャネッターっていうアプリは短縮機能がついて自分で短縮できるんですよ。けどもし今みたいな公式のツイッターで短縮するのであれば、URL 短縮してあげれば、こいつ短縮サービスの無料のサイトがありますので、例えばこのタバコのブログを短縮サイトに貼り付けてあげます。で、こうしてあげると、ここでもう短縮できるんですよ。そうなんですか。そしてここでツイートってあげれば、この URL が貼り付けたままつぶやけるに、あと文章を打つだけになります。え、これをクリックすると、これをクリックすればこれもあれなんですか、ね、じゃないんですか、うん、この状態なんで、あと文字打つだけです。へー、なってますね。これが URL ショート、何でしょう、ショートな、うん、URL 短縮で検索すれば一番上に出てきます。一番上が HTTP、 もう限られた140文字内にいかに短く、でさっきみたいな引用返信が絡んできてると、やっぱり短い方が相手も返信しやすいんですよね、引用して。なので短く伝える文章を書くトレーニングにもなります。あともしあのせっかくなんで、ぜひこの回に皆さんフォロワーになってください。流れでアットマークの後の書き残していっていただければいいですし、実際目の前でやり取りするのが一番いいと思います。僕は実はこのユーザー名とアカウント名を学校にしてるんですけど、はい、どっちかを変えた方がいいですかね。それもし、公式ツイッターっていう感じでスピークイーを使うんであれば、それがいいのかもしれないです。ただ、うん、先生としての個性を生かせれば、自分の名前の方がいいと思います。最初は、公式としてしてくださいって設定されたものをいただいたので、あ、そのつもりでいたんですけど、完全プライベート化してきたんで。でも、それもいいんじゃないですか、ね、どうせ変更した方がいいのかな。もしあったら、プロフィール内で、その先生が自分の名前を出して、スティックページのなんとかですね。そうは言えたね。どういう用語で来るかですよね。そうですね。でも、ターゲットはもう完全にお子さんですから。
そう、苦情多いですね。